何なんだよ。お店のトイレに絵を描いてくれとの依頼が入りました。ペイント生産にしかお願いできないご依頼のため温めておきました。温めるんじゃないよ。おかしいだろ。やれやれだぜ。本当にいいのか。まあ書くけどさ、この動画が仮にバズったらよ、せっかくトイレの人を卒業しようと思ってたのに、また来年もトイレの人って呼ばれることになるわけじゃん。それだけはマジで勘弁してほしいわけよ。これを書きながらライブしてたら最高同時視聴2200人だったからな。トイレの神様になった気分だったわ。いつもトイレの絵を見たいって言ってる人たちに教えてほしいよ。なぜそんなに見たいんだ。なぜだ。でもですよ、今までのトイレの作品の中で最高傑作になりました。絵に360度囲まれるってやばいよ。ぜひ体験してみてほしい。こんな感じで完成しました。神秘的なトイレ。